ネズミです。ラーメン進んできました。ちょっとね、店舗はね、やっぱりね、近くにね、来られたりじゃないけど、したらあれだからちょっと言えないんですけど、またちょっと言うね、メールとかで真似できるように。こんばんは。リフトありがとう。カイトさんかわいい、お疲れ、愛してる。コカジオさんハート、ヒナさんコウモリ、天式さんペンライト、タカさんお疲れ、ブラビーさん結婚して、トシキさんお花、北端タカさんお疲れ、トシキさん、エステウサギちゃんお花、ゼータンさんありがとう、ダレンさんハート、アリンコさん、ジャストミートさん、ディーサクさん、ヒロシ BKK さんお花、ディーサクさんかわいい、タカさん、レインボースター、アスパラさん、愛してる、ありがとう、ありがとうございます、ゆうやさんお疲れ、ボビーさん結婚して、ありがとう。ちょっと待ってね、今日誕生日の方がね、いらっしゃるから、ちょっと待ってね、書くね。もちゃんなさん、お肉さん、ハート、しんやさん、お花、ありがとう。こんばんは。そう、まだノースリーブなの。まだノースリーブだよ。帝国さん、ヒロックさん、ハートありがとう。ちょっと待ってね。ちょっとコメントも読みたいんだけどね。今日誕生日だから、何人もいらっしゃるから、ちょっと待ってね。しかもね、ホテルのね、紙やからさ、ホテルの名前がさ、書かれてたらさ、ダメやんか。だけどさ、それを切るっていう作業があるけん、ちょっと待ってほしい。待ってねー。皆さん、今日は花は誰のもの公演 in 東京2公演ありがとうございました。ね、配信がなかったのでね、現地に来てくださった方のみとなってしまったんですけど、とても最高な2公演1日になりました。ありがとう、今日はありがとう。こちらこそ、めっちゃ嬉しかったよ。こんばんは。そう、今日は恵比寿のガーデン、ザ・ガーデンホールでした。めちゃめちゃに広いって思った。なんか3年前ぐらいに、2年前ぐらいか、リッセンちゃんと2.5期ちゃん4人と私6人でイベントに出たことがある場所でした。赤龍さんハート、鳥居さんお花ありがとう、片賀さんお花、赤さんハート、お父さんお花ありがとう、花大根。ねえ、一部さん赤緑も振ってくれてたでしょ、ラブー、ありがとう。タイのユックさん、花束、テネウナギさん、お花、シーさん、テネウナギさん、お花、ありがとう。カツボさん、ハート、ありがとう。
初見です。嘘、今日も来てくれてた。めちゃんこに嬉しかったよ、ありがとう。ちょっと待ってね、花だれ公園も昼夜とも一部二部ともすごく楽しかったです。もう最高すぎました。ゆうちゃん花ありがとう。昨日はね、岡山県でマイカー公演があって、今日は東京で花だれ公園2公演あって、2日間皆さんとお会いできてほんと幸せでした。タカさん、お花、アンナちゃんありがとう。こちらこそ。トシアさん、バラ、タナナナさん、ベンライトありがとう。今日ちょっと空の上、振ってくれて、てかね、私が見た時ね、ずっとね、のくるくる、まあくるくるが欲しい、まあ、だから仕方ないんだけど、くるくる見てて悔しかった。もっと空のこと見て嬉しいよ。 A さん待ってたよ、ありがとう。そう、今日はノースリーブ、もうほぼタンクトップみたいな感じなんですけど、今日もこちらです。あ、ちゃんと羽織物、羽織物はあるので安心してください。 A さん、お花、イケアさん、お疲れ、ありがとう。そう、今日は一部がね、ストレートでおろしのココミッツ編みだったんだけど、夜はちょっと高めのポニーテール、いつもは耳ぐらいになんだけど、このぐらい、このぐらいの位置なんだけど、今日は高めです。 C さん、お花、イケアさん待ってたよ、ありがとう。感じが分かんない、寂しい。ちょっと待ってよ、感じがまずこんばんは。たむたむさん、おししかかたん、ありがとう、ありがとう。また関東、東京で会えて嬉しかったよ、会いに来てくれてありがとう。Aランチさん、たむたむさん、レインボースター、ありがとう。こんばんは。一押しの舞台が新宿であって、それが終わって刀剣で勝って、嬉しい、てかめっちゃ嬉しかったよ、にゃん、ありがとう、ありがとう。髪サラサラって2回とも言われた。髪サラサラだけど、ダメだよ、他のことばっか喋っちゃ。空との時間長くしてね。イケアスさん、守りたい子の笑顔、ありがとう。二公園と近くで目が何回もあった。嬉しい、ありがとう。夜お見送り、次はお見送りでも会おうね。では今日は誕生日の方がいらっしゃるということで、お礼、おめでとうと、いつもありがとうのコメントのメッセージ、ちょっとここね、ホテルの名前が入ってたから切ったんだけど、モビさん、ハッピーバースデー、おめでとう。モビ、M、 ちょっとソラハの顔で M を作ってみた。見えるか、ちょっと光が難しい。お誕生日おめでとう、昨日会えて嬉しかった、ありがとう。そしておめでとう。空橋かーって書いてます、これ。
ほらはしかありがとう、おめでとう、また会いに来てね、またあるよ、おめでた、おめでた。そしてようこちゃん、ようこちゃん、あ、見えるかな、やっぱなんか光の加減が難しいんだけど、こっちハゲ、なんかハゲとる。ようこちゃんもお誕生日おめでとう、昨日来てくれてて嬉しかったし、うちわって言うんかな、めっちゃ見えたよ、赤緑も見えたし、ありがとう、好きになってくれてありがとうまた会えるの楽しみにしてる、お話し会とか年末も会おうね、一緒に 笑い合っていこうねおめでとう、毎日誰かのバースデー。今日はソラハのファンの方は2人でした。毎日みんなのバースデー、おめでとう、おめでとう今日は本当に楽しかった、もう楽しかったよ。高めポニーテールどうでしたか、ちょっと高すぎて、いか本当にね、いつも耳ぐらいやからさ、もうマジでこんなに高くてね、もう高々なんだけど、よきこのこういうちょっと高めポニーも好きですか。今日聞いてほしいの、あの自撮り撮ってない今日ね、合計で撮った写真ね、ご飯、お弁当も含め今日撮った写真9枚やばー全然撮ってへん、しかもよ、あのサンキちゃんとね写真撮ったやつでもあるからさ、サンキちゃんと撮ったやつが3枚、自撮り2枚、あ、自撮り3枚で、楽屋の写真と、あの景品の写真と、あと差し入れでいただいたあのなんか食べ物やばい、全然写真撮ってない、今日ほんまにやばい。ラーメンの写真は入れてない、そう、公園の写真ってなると全然やばいよ、本当に自撮り撮ってなさすぎて。やばい、全然撮ってないよ。ちょっと近め、チロさん結婚して、タカさんお花ありがとう、ソラハコ、ソラハコール届きました、ペンライトも赤と緑多かった、嬉しい、やっぱ赤と緑ってめちゃ分かりやすすぎて、もう感謝です、ありがとう、嬉しい、横に横からのシルエットめっちゃ好き、ありがとう、横のシルエット、どう、いい感じこれ楽しかったね、ありがとう、まさか来てくれてると思ってなかったけど、めっちゃ嬉しかった、ありがとう、ようさんお疲れ、たかさんかわいい、ありがとう、ここ数日のそらはちゃんなんかなんかかわいすぎて好き、なんでここ数日なの、ずっとかわいくて痛い、頑張ろう、ずっとかわいいって思ってもらえる、特にかわいい、ちょ、ここの巻きがなんか取れちゃった、若干、
最寄り駅到着ね、ありがとう。空のことも見てくれた、ありがとう。そうだよ、可愛くて強いに今日やったもん。で嬉しかったよ、ありがとう。てかびっくりした、おめでたすぎて。あれ本当にね、帰るギリギリに帰ったやつなの。でも STM メンバー書いてる人と書いてない人がいるからね、すごいよ。めっちゃおめでたいすぎる。大切にしてね、世界に一つだけ豆太郎さん、お花ありがとう、ありがとう。そう、昨日のマイカー公演も、今日の花だれ公演も。タカさんラブレター、最新型ポンコツさん愛してる、天然うなぎさんオオカミ、アンナちゃん愛してる、エステウサギちゃん愛してる、ありがとう。全力で、そう本当にね、そうこの前の東京公演はちょっと自分の体調不足って、体調管理不足っていうか、こうね、悔しい思いをして、でもあの皆さんの前にステージ立ってできたんですけど、そう今日ドキドキだったんだけど、無事しっかり最後まで踊り切ることができてよかったです。ジェリーさんハート、花だれすごく楽しかった。ねえ、お洋服やっぱペンライトだったでしょ。ヘタレとかめっちゃ見たんやけど、お見送りでソラハ好きってなるし、本当に言ってくれてなかったけどソラハの気持ちを伝えちゃって、じゃなか言われてなかったけど、好きですか。うーん、次会うまで頑張る。本当にソラハ頑張れるか分かんない、会いたいから。もうすでに新一さん、お花ありがとう、楽しかったです、めっちゃ楽しかった。でね、今日の公演で2部ですね、2部の方で発表されたんですけども、もうメールにも書かせていただいたし、リツイートもリポストかさせていただいたし、会場に来てくださった方とかね、その SNS とか見てくださった方分かると思うんですけど、なんとなんと、12月22日日曜日、岡山芸術創造劇場晴れの輪大劇場岡山県にて、シティフォーテッドクリスマスコンサート2024を開催させていただきます。ありがたいことに、今回も全メンバー出演ということで、とても楽しみです。そして、12月28日土曜日、1週間後ですね、約1週間後、広島国際会議場フェニックスホールにて ST48 の2期生5周年コンサートが1部、そして ST48 大忘年会が2部に開催させていただきます。大忘年会っていうのは初めてなので、どんな感じかちょっと分かんなくてワクワクなんですけれどもね、一部は2期生ちゃんなので、私たち1期生ドラフト、3期生 2.5 期生3期生は出演しないんですけれども、多分2部の大忘年会は出ると思うので、私たちもね、本当に昨日なんかもうほんまにもう昨日か知ったんですよね。だけどびっくりパーって感じなんですけど、もう楽しみでございます、とてもとても。楽しみ。クリスマス岡山県で一緒に過ごそう。ね、2021年の時ね、クリスマスコンサート岡山県で16人に選んでいただいて出演させていただいたのを思い出すっていう彼なんだけど、大忘年会絶対休み。待ってる、ソラハのことも押してね大忘年会の次の日が誕生日になるって、おお、今年は広島で過ごそうと思って、嬉しい。お誕生日ほぼ一緒に、じゃあ四捨五入したら一緒に過ごしてることになるじゃん、嬉しい。意識高い系服装特段さすが、もう服装から空ハウシで、ありゃわかっ、みんなにバレちゃいますね、空ハウシ。みんな会おうな、会おうね、クリスマス、クリスマスも大忘年会もよろしくお願いしますだよ、みんな絶対に会おうね。
赤緑だって聞いてよ、クリスマスだなんて、もう私のペンライトカラー、私推しがもう来なければいけないと言っても過言ではないぐらいのあれですからね。もうペンライト赤緑、もう私のあれですから。そうクリスマスから、年がら年中クリスマスですから。こんばんは。結構ね、その、まあ、2ヶ月以上後になるので、お休みだったりとか日程の調節がしやすいかなって思うんですけど、たくさんの方に来ていただけたらなと思うのでお待ちしてます。絶対に行く、嬉しい、待ってる。リアル大阪、え、確かに大阪ね、リアルお話会あるもんね、12月8日に。え、最高。かっちゃんハート、ななみさん、コウモリありがとう。まだ見て嬉しい。でもそうやって行こうかなとか前向きに思ってくださってるのが嬉しい。行ける気がする。嬉しい。今日もね、赤と緑たくさんペンライト見えたんですけどね、今日もより赤と緑増やしていきましょう。エステイサギちゃんハートありがとう。クリスマスも大忘年会も行けたら、一緒に過ごそうね、一緒に過ごそう。お見送り、なんでやねん。ニヤニヤしてした。なんでやねん、なんでやねん、空だけでしょ。カズさん結婚して。エステイサギちゃんハートありがとう。おお、絶対に行くとこ、これ使って、やったー、うれしい。待てるよみんな、待ってるよすぎる。そしてね、今日はね、お昼頃にね投稿していただいたんですけれども、なんとなんと私ソロファンクラブ初めて動画を投稿しました。でもね、本当にもうめちゃめちゃに短短だし、プラスこの動画のサムネを別で送らないといけないっていうのを知らなくて、なんかもう動画の中間のみたいな感じになってるんですけど、20秒ぐらいなのですぐ見れると思うんですけど、ぜひ見てください。ソロファンクラブの動画見てね。秋山さんわかる、ありがとう。ムービー更新した。そう、こうやってね更新していったら、こう SNS に載せていこうと思っているので、ぜひこちらね拡散とかしてくださると嬉しいです。超シンプルなあれなんだけど、更新したら投稿するから見てね、見てね、見てね。行きたいです。嬉しい。嬉しいよ。一緒に過ごそう、クリスマス。動画チェック済み。ありがとう、ショーンさん。かわいい、ありがとう。今日は昼かな。ど真ん中。土線だったけど、ソラハのポジションの。0番じゃなくて。全然見てくれてなかった。中さん、コウモリ、アソジさん、お花ありがとう。ソラのファンクラブアプリ、できないかな。まだね、ソロファンクラブ始まってばっかしだし、まだね結構前からされてるファンクラブある方でも、まだねサイトでアプリじゃない方もいるから、アプリはまだまだ先かな、わかんないけど。中さん、お花ありがとう。みんな個人ファンクラブもよろしくお願いします。なこすけさん、かわいい、ありがとう。みんな今日の、ね、公演来てくださった方とか、もちろんメールの返信とかもハッシュタグそら通信でお待ちしてます。やばい、今日ね、さっき本当にラーメン食べてきて、もうめっちゃ幸、本当に、
ラーメンね、まあ、天下一品食べたんだけど、この前10月1日に。でも違うんちゃ、なんか天下一品もラーメンなんだけど、なんていう、もう私がね、もう前々からね行きたいなって思ってたラーメン屋さんにちょっと行ってきて、すすってきた。またね、またお知らせする、お知らせとか X とかに載せれたらいいなーなんて思ってるんですけども、もうでもとにかくまともな写真がないです。あのがいざな顔してる写真しかなくて、あれなんだっけ、すすりました。もううまかった、うまいとか言ってあれやけど、もううまーでした。もう秒で終わりました。秒ですすり終わっちゃいました。こんかちゃんハートありがとう。ニョッキンミルさん花束ありがとう。 TT さんコウモリ、かまちゃんかわいいとお花とコウモリありがとう。中さんお花だ。ポスケさんかわいいありがとう。え、嘘じゃん、二人入会報告来ててびっくり。え、嘘、昨日来てくださってた方も方、本当に、え、嬉しすぎるんだけど。こんばんは、こなかちゃんハートありがとう。目黒で違うラーメン、いいな。どんなラーメン食べたかね、写真撮ってたらハッシュタグ空通信とかつけてポストしてください。前回、そうだよね、恵比寿ね。そう、恵比寿はあの YouTube の STU ラボ企画でね、みちゅさんとりねたんと2万歩歩こうみたいので恵比寿からスタートしたことがあるのね。だからね、とてもちょっとなんか親近感勝手に湧いてるんだけど、あと恵比寿でね、何やったっけな、なんかが終わった後マネージャーさんと恵比寿のシェイクシャック、何が終わった後だろう、あ、舞台落語純潔か、純潔だ、純潔の女王が終わった後にマネージャーさんと一緒に恵比寿のあのシェイクシャック食べに行った気がする。めっちゃ昔。あと、え、天下一品、そうあったよね、恵比寿に6月に。ねみはるの写真集送ったから見てる、嬉しい。みはるさん届いたらもう LINE 送っちゃおうありがとう。ノースリーブに釣られてリアル話し会買いましたとか言えます？え、リアルお話かノースリーブじゃないんですけど、実は空と話したかったからとかじゃないですかそうそう、あ、そうそうそう、ギガサミの日に、そう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 、空通信ありがとう。恵比寿のシェイク、そう、多分ね同じとこだと思う。恵比寿のシェイクシャック行った気がする。もう本当に幸せだった。なんかね、とっても語彙力がなくて申し訳ないんだけど、すごく幸せな2日間でした。空張ってこう一人一人の皆様のからの応援のおかげでこうステージに立ててるんだってすごい実感したし、もう私は自分のことをね、応援してくださってる方が一人でもいたら嬉しいと思ってる人なんだけどね。まあ、奇跡やん、そんな、まず一人おるだけでも奇跡やん。でもさ、でもお話し会とかもさ、何人もの方が来てくださったり、今日の公演でも何人もの方が来てくださったりで、なんか幸せだなってすごい感じる瞬間、時間でしたね。ありがとうございました。もう本当に出会ってくれて好きになってくれてありがとうだよ。確かに昨日は距離近かったよね。今日はねちょっと高さがあったからね、一列目 でもちょっと遠く感じて寂しかったからね、いっぱいもうガンガン目合わせたんだけど、もう幸せに
浸ってます、余韻に浸りまくりマンです。ちょっと寒い。酸素でしょ、足が下に落ちたらちょっとお山さん座りした。よく見えた、嬉しかった。番号も教えてくれてありがとうね。夜も会いたかった。目あった、そう目あったでしょ。そうたくさんあった気がしてるんじゃない、目合ってるんです。それ目が合って幸せが、嬉しい。全然今日ね昼と夜違う場所でね入ってくださった方とかもいて、もうほんまに嬉しかった。サチ本当に幸せ、感謝。余韻に浸って今日寝れるか。喉嘘、嬉しい。でも幸せなことだ。ソラハコールで、ソラハコール。アパレル関係のお仕事してると聞かれたのは副賞なんだけど、誰に聞かれたん。でも組み合わせ秋でめっちゃ可愛かった。可愛いって言葉合ってんのかな。良きでした。いいね。なんか交流いいね。大事、交流していくのも。先約なければ今日行ったんだろうな。何があったの？あれか、愛媛？違う。幸福感、いやマジで幸せや、もうほんまに幸せ、幸せ。もう今ね眠たくなってきた、眠たくなってきた。ここもう明日の朝ごはんまだ買ってないの。コンビニ行ったんだけどね、なんか全然なくてね、品ぞれがちょっともうほぼ売り切れみたいなとこに行っちゃってね、なくてね、悩んって感じなんだけども、今日はゆっくり休める。昨日はねなんかアドレナリンが出とってね、ちょあんま寝れんかった。寝たけど、まあ、新幹線でも寝たからあれなんだけど、だったんだけど、今日はもうこのままパタンキューって感じになりそう。もう眠です。今日の前髪なんか薄くてバーコードみたいで珍しい。ゃーん、寝る子は座って、嘘本当、身長伸びてくれる。まだまだ私もうちょっとまだ伸びたい気持ちあるけど、まだ伸びてくれるかな。ゆっくりお休みするよ。ゆっくりお休み。
やすさんハート、たかさんお花ありがとう。すご、4時帰宅、7時起床、2時間睡眠、やばい、フットサル、やばい、もう大爆睡ですね、そりゃ大爆睡、いっぱい寝てね、空が夢に出てきますように。スラーが幸せにしてくれたからゆっくり眠れそう。嬉しい、夢に出てきますように。 TT さんハートありがとう。もっと身長伸びていこうかな。タカさんお花ありがとう。いやー今日食べもいっぱい。ちゃんとね、着ると一部と二部の間に、そう前回鉄分が足りなかったのかなと思ってたから、朝ねちょっと散歩行ったのね、コンビニ行く、なんかコンビニ行くの、コンビニ行く散歩がてらにコンビニ行ったんだけど、でその時にプルーンの中のやつ買ったから、それを昼一部と二部の間で飲んで、あのエッグタロット食べました。うん、まかった、うまうまでした。豆太郎さんありがとう。花すさんありがとう。カツ、カツもだし、今日いっぱい食べた、やばい。今日朝カフェラテをねコンビニで買って、でおにぎりもね、もち麦入りのねおにぎりもね買ったので、それを新幹線で食べたんですよ。で寝たんですよ。で起きて着いてリハ終わってから、カルツォーネが差し入れで今日あったので、カルツォーネを食べて、でカツ食べて、で頑張って終わってエッグタルトとプローを飲んで、あとね、あかりんさんのご家族、ご家族様から塩キャラメルドーナツの差し入れをいただいたので、そっちで食べて、よっしゃ行くぞって感じで行って、あ、嘘です、梅干しシートもちょっと食べました。とあと大福餅の、だから、ね、いちご大福いただいて、上のいちごはパセが食べたい人なのでパセにプレゼントして、私もお家の部分食べたんだけど、それ食べて、よっしゃー2部っつって2部終わって、うん、お腹すいたってなってラーメン食べに行きました。今日やばい、お腹食べすぎた。明日はまあ体重計乗らないんで、明後日ですね、明日気をつけます、体重、うわー気をつけないと。スーさんぬるま、あ、ハートありがとう。西さんはやいやと、ちゃんと食べた、もう食べすぎてる、つらいつらいつらい、食べすぎてる。おにぎりもカルツォーネも食べた、炭水化物今日めっちゃ取ってるよ。だっておにぎりにカルツォーネにドーナツに餅にラーメン、やばい、今日めっちゃ食べちゃってる。明日から気をつける。元気だよ、無事元気です。プローンを飲んだからかな。ラーメン食べた、ラーメンを食べて帰ろうと決意、この時間に食べてやるので、あ、え、何食べるの、空通信で足を教えてや、嬉しい。空が話したから、もしかして空の影響、もしかしてキャキャハキャハ。カルツォーネは美味しかった、なんかピザみたいな感じでした。日常的に運転する人、日常的に運動は私しないから、もうどん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 体重がプク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 増えちゃう。気をつけないとね。キングさんお花ありがとう。やばい、お腹すいて、なんかラーメン食べたんだけどね、餃子も食べたの、パセと言ったんだけど半分こしたんやけどね、やばい、ちょっとなんか甘いもの食べたくなってきた。甘いもの、たけのこの里ね、今日の朝買ったの、公園内の糖分食べたくなったらと思ってたけのこの里買ったんやけど、
あと休息時間買ったの。新幹線移動の時にちょっとつけようと思って買ったやつがある。あ、そう、あとあかりんさんからの、ご家族様からの差し入れがねいっぱいあってね、だからいっぱい取ってきちゃって、やばい。塩キャラメルドーナツとベルギーチョコドーナツ。ちなみに塩キャラメルドーナツを公演前に食べてこの2ついただきました。いいよって言われたから2個ももらっちゃった。おでぶになっちゃうよ。気をつけます。本当にもう本当にやばいです。最近食べ過ぎてる、マジで。やばい。スーさんだるまありがとう。うわ、ラーメン餃子セットはまさに神。そうでしょ、うん、うまかった。え、しかももうずっと行きたいところだったのね。もう私が今日行ってきたラーメン屋さん、本当に神。キングさん花ありがとう。最高。ラーメンうまかったです。みんなの今日の夜ご飯は、みんなの夜ご飯でもね、この前の東京の時もね、ラーメン食べに行こうって話してたんだけど、体調がねちょっと不安だったんだけど、終わった後はもうね、呼吸も整っていけるってなってラーメン行こうってなったんだけど、その行きたかったお店が信じられないぐらい並んでてね、行けなかったの。だから今回ラーメン行けてほんまに幸せやった。最高。味噌鍋？もうそっか、鍋の時代じゃない、時期か。こんなに私ノースリーブやけど、もう夜は秋鍋。鮭のお鍋、え、やばい、鍋の方2人もいらっしゃる、やばいよ。今日シェイクシェイクチョコ味って最初自分で言ったら鍋でギャラ、え、シェイクね、シェイクシェイクのね、わかる。ソラハの影響、美味しかった。キャラメルで、ね、お口にあった。チョコ味が多分きっと食べたかっただろうけど、キャラメルあったお口に。ひなもんさん花ありがとう。そう、狙いを定めてたらピピ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 。コンビニだったら、そらは揚げ鶏とかファミチキとかナナチキ好きなの。え、でもファミマやったら最近出た芋もちのなんか明太子みたいな気になる。もうどこにも売ってない。あとなんかおすすめコンビニだったら、ローソンだったら梨、あとなんか黒いパックのレンチンのハラミ、あと塩パン、あと明太パスタみたいな、エビと明太透明のやつで、セブンイレブンだったらなんかちっちゃいラーメン、マジこんな感じのちっちゃいうま辛ラーメンみたいなとか、あとはセブンイレブンだったら春巻き、ほんとは炙りしめさばでもあれ少ないな、あのごまだれのレタスしゃぶしゃぶ、レタスサラダ、ごまだれの豚しゃぶサラダ、ローソンファミマだったら、でもファミマあんま行かへんのよな。あ、コロジャガが好き、私コロジャガ、ホットスナックのコロジャガが好き。あとファミマだったら、あ、ドライフルーツの桃が好き、最近食べてないけど。あとご飯だったら、あ、サラダだったら豚しゃぶサラダ、これここもでも豚しゃぶサラダなんだけど、いけ、どれかおすすめです。どれか一個でもあるといいな。晩ご飯ラーメン、あとでさ、そら通信してや。そらはもまた今日はできないけど飯テロするから、焼いてもらってね。ねえ、最高。どんなん写真撮ってくれた、撮ってないかな。生姜焼き、作ったの。生姜、うわ、生姜焼き食べたい。小学校の時にね、家庭科の授業で作った、違う、作ったんじゃない、家で家庭科の課題で料理してきてくださいみたいな意見、ママとあの作った記憶ある。
キングさんお花ありがとう。ご飯の上に牛肉と玉ねぎが乗ったラーメン。え、牛ね。うわ、最高。ソラハがおすすめなのはチー牛。でも、高菜とかも気になります。何ガッツギアって絶対夜。え、飲み物か。でも飲み物ダイエットになるよ。私結構ダイエットしたい時カフェラテとかなんかお茶とかでお腹パンパンにする。コンビニ、そうコンビニはなんでコンビニかって言うと、なんかレッスンの合間とかそこへお泊まりの時とかやっぱコンビニのご飯が多くなっちゃうんですよ。だからそう知ってるの。そう、アプリシメさんも美味しいよね。キングさんお花ありがとう。そうだけなんかいっぱい今コンビニセブンイレブンとファミマとローソンの私のおすすめ商品を一気に紹介したぜひ参考にコンビニに行くときは。今日はね、そのこれがとんかつ和光さんのところで売ってる黒ウーロン茶なんだけど、初めて飲んだのこの和光さんの黒ウーロン茶。え、めちゃくちゃうまかった。なんかね、こだわりのとんかつとご一緒にって書いてたんだけど初めて見た。ソラハのおすすめ商品、ま伝わるかわかんないけど、私が商品名多分合ってないやつ多いけど、ね、クロウロン茶ってちょっと苦めなんですよね。めっちゃあったから1本もらって帰ってきた。1本はねもうね飲んだんだけど、クロウロン茶苦め。やば、お腹すいてきた。食べたとんかつが、え、そうだよ、キャンセルされるこれで、これ飲んだらもうプラマイゼロですから。え、そう、なんか喉越し、これ鳴らしてないんですけど、そうごくりごくりなっちゃうの。ご苦労さん、ハートありがとう。そういえば今日はお休みじゃないわ、自己紹介エールをクリアした。この前ブログを STU48 の公式サイトのブログを更新させていただいて、でソロファンクラブの今日はムービーだけどこの前はブログとフォトを更新させていただいて、今日はお休み。え、誰違えた、自己紹介メールを送った。キングさんお花ありがとう。タカさんお花、ロブルさんハートありがとう。自己紹介メール、ソラハのファンクラブイベントみんな来て、今日ちょっと夜公演でね宣伝をさせていただいたんですけど、みんな待ってる。もうよろしくお願いします。そう、ソロファン、ソロファンクラブ入会まだしてない方待ってる。全然もうめっちゃ逆によろしくお願いしますです。ファンクラブイベント、あの10月6日土曜日まででね、明日、そう日曜日だ、今日土曜日だわ、日曜日までとなりますのでよろしくお願いします。曲聴いた、素敵な曲やった、ソラハ泣きようかなって。え、そうなんか最近、え、私送ったってさ、ちょっとなんか恋愛系のね、今日自己紹介メールで送ったね歌ね、恋愛系のやつなんだけどね、私結構歌恋愛系聴くことが多いの、めちゃめちゃなんか結構見る。
そう、ソロワングラブね、明日でね、応募締め切りになるんだけど、1時か。でも当落が12日でめっちゃ先なんだよね。いけるかわかんないけど申し込んでる。嬉しい、来てください、来てね来てね、嬉しい。迷ったけどなんとなく休みを取ったので当たる。嬉しい嬉しい。当選祈願神社行く、大丈夫、神社行かなくても、はい、当選です、皆さん当選、はい、大丈夫です、神社行かずに空に会いに来てください。確かに明日までだよ、一時は。着席で120円、ごめんけど多分120円もまずシンプルに、あの会員の方が120人もおらんと思うから、全然多分ほんまに余裕で当たる。もううちね、みんなほんまにもうやめて、逆にそんな願ったりせんとっても絶対当たるから、願わんとって、もうね、願わんでも大丈夫やから安心して、みんな当たるから、みんな当たるから、そう、全然当たるから、みんな願わんでも大丈夫、絶対空のソロファンクラブイベント当たる。プレミアムチケットはちょっとなんかちょっと空はもよくわかんないんだけど、120人もまず新聞にいないので安心してください、みんな120超えてないよ絶対に。悲しい結末になると思うから聞けらん、マネージャーさんに何言ってますかなんて聞けれない。一応聞いてみとこう。ドブロさん、ありがとう。ソラハちゃんが東京に来るのに行かない理由ないのでね、だって、もう嬉しい、待ってる、アンナちゃん愛してる、ありがとう。カメコプレミアムやったらね、カメコタイムがあった時にね、ガチカエラでいいらしいから。 HMK さんありがとう、ハートね。やっぱりさ、こう今早期入会キャンペーンがあるからね、年間登録してくださったらね、会員カードみたいないただけるんだけど、実物の会員カードみたいな届くんだけど、プラスね、ファンクラブも申し込めるし。でもね、お値段がさ、やっぱ一括で払うとさ、お高いってなるんだけど、待ってる。早期入会キャンペーンは、まあ、10月末までだからね、まだまだあれなんだけど、ね、よろしくお願いします。2,3 日前には会員番号3桁超えてた。嘘だ、もう私3桁いいなんて嘘やと思う、絶対に。それは誰かがいっぱい入ってくれとんかもしれん。ビューティーカム、あ、私まだビューティーカムじゃないんですよ、ずっと B6、 B6 マン。カメコするためにプレミアム、嬉しい。そう、カメコの方はプレミアム、特にプレミアムね。11月7日のね、花だれ公演も六本木、次は出れるといいの。私、あの、私のポジション、今してるポジションは私しかいないからあれだけど、プレミアム、プレミアムってどのぐらいなんだろうね。プレミアム品川でかけ、嬉しい、ちょうどじゃん、ちょうどちょうど、関東である、やばいね、嬉しい。
プレミアムは少ない。え、そうなの？勝手にじゃあプレミアムにしようや全員プレミアム、全員プレミアムにしたらめっちゃ高くなるか、みんなみんな高くなっちゃう。それはダメなのか。みんなが来てくださいますように。みんなが会いに来てね。当落はちなみに12日先先7フェスぐらい。一眼とスマホどっち使っても、携帯はもうずっとこうやって撮っとって、一眼はちょっと弱いけど、まあどっちかしか多分できないとは思ったけど。でもカメコタイもあるならさ、せっかくならちゃんと時間なんかね、なんかちゃんと撮りたいかも。せっかく撮っていただくならさ、もう1対1でもいいぐらいの撮りたい。なんか本当になんかファンクラブイベントっていつも応援してくださってる皆様と、そのソラハっていうかなと距離が近くなれるイベントじゃないですか。ファンミーティング内容みたいないっぱい調べたのね。だからそういうコミュニケーションが取れる場みたいな。普段はステージにいたりとかテレビで見ている人だけど、ファンミーティングはもう近くでそう感じれるみたいな、コミュニケーション取れる場って書いてたからね。せっかくそうやってね、あのスケジュール調節してくださったりとか、ね、交通費とか、ね、いろいろしてくださっているんやったらね、ちゃんとしたい。会場めちゃくちゃ距離近い。なんで知ってんの？なんで知ってる？同じ会場で他のイベントやった時は最後の一列以外は席になって、すごっ、プレミアムやめちゃくちゃ。やばい。楽しみだね。マジで楽しみ。どうしよう。なんか11月19日まだ1ヶ月もあるんやけど、1ヶ月以上全然余裕であるんですけど、めちゃくちゃに楽しみ。とにかく皆さんが無事に当選することを願っています。楽しみな。今日言ってたソロファンクラブイベントのために、そうそうだよ、そう今日の夜公演でね、その宣伝タイムあったんで、自己紹介終わり、その時にね、ソロファンクラブの時にみたいな、ソロファンクラブイベントでって自腹で購入したものをプレゼント、1名様にプレゼントしますって言ったんですよね。何かとは言ってないんですけど、以前めっちゃ昔から私の配信を見てくださっている方は分かると思うの。そうね、めっちゃもうね、もう1年は嘘だね、めっちゃ前から匂わしとるから、めっちゃ前から匂わしとるからあれなんだけど、まあ自腹、あん時って私がお金全部払ったのかな、家族が払ってくれたのかな。ちょっと寒くなってきた。どうやったっけな、なんか分からんけど、そう分からんけど、ユンジーさん可愛い、ありがとう。ひたち3号さんお花ありがとう。私も実物は見たことがない。買ったは買ったけど、ちょっと寒かった。
冷房若干つけてるの、ジメジメしてるから。かわいい、これ安くで買ったんだ。そう、買ったけど届いたものを見ていない。大事なことを言わせて届けなくて、なんだそれは。イケメンすぎないか。イケメンすぎないか。急に撮影会が始まりました。急な撮影会。急な撮影会。一生に一度のものだから、一生に一度のものだから出来上がりとか楽しみね。分かってくださってる。もしかしてバレた、うん、私のヒントが、私のヒントでバレちゃった。急に撮影タイム。終わり。ワイシャツ一枚はさすがに寒くなってきたと今日思った。嘘、でも今日雨降ってた東京。ストライキャッサー帰りやった。急なスクショタイム。タンタンさんあたありがとう。タンタカタンタンタン。タンタカタンタンタン。あ、そういえばね、いっぱいオフショットいただいたの、ソロファンクラブの。なんだっけ、このファンクラブのフォトにも載せていきたいなと思ってるんだけど、このねフォトで1枚目に載せたやつはメインビジュアルやつな、メインビジュアルのお写真なんだけど、スタッフさんがレタッチとかをしてくださってるから、めちゃくちゃに綺麗なの。でも私いただいたやつは無修正のやつだからね、光とか自分で肌とか綺麗にしてくださいみたいな感じで渡されたのね。だからね、ちょっともう加工が下手っぴになると思うんだけど、やるね。いやー、こういうのも今どんなんか、ちょっと画質荒いじゃないですか。こういうのも載せていきます、高画質で。しかもダウンロードできるんだよね。見て、全身、やばい、全身見せちゃった、全身見せちゃった。見せようと思ってたのに、 見せないでおこうと思ってたの間違えて見せちゃった。なんかグッズとか買ってた時に見せようとかって思っとったのに、それでグッズにはなりません。見せちゃった、全然見せちゃった。別に見せちゃダメとか言われてないんだけど、自分的にちょっと悔しくて、これ言うので見せたくなくて、グッズとか出てた時に見せようとか思ってたのに、みんな嫌ないしょ。違う、あ、本当はもうスタッフさんにも全然全身写真とか全然どうしてもいいですよって言われてるんだけど、なんか自分的になんかちょっと嫌で載せてなかったね。見せちゃった、上半身だけなら一緒。あ、いや、こいつ、こういうショットっていりますか。あ、やばい、反射えぐい、反射やばい。こういうショットいりますか、横顔ショットみたいなやつ。いりますか。だね、メールとかにもね送りたいけどね、せっかくならね、ソロファンクラブのね限定で、あの高画質でプレゼントしたいからな。いりますか、横顔とか、いり、なんか目線そらしとかいりますか。ちょっとわかんない、その目線あった方がいいのかなみたいな。ちょっともう載せない、見せないんだけど、なんかもうふざけ撮るやつとか、なんかふざけ撮る写真とかもあるのね、そういうのもいる。
これ珍しいショットかも。なんか耳ちゃん出てる、耳がピョンって。とね、私的には次は10日に更新しよっかなと思ってます。ね、本当にさ、それはマジで初心者すぎて分からないけど、他のメンバーさんってどんな感じの更新頻度なんやろ。ブログは月に1回とかにしよっかなと思ってて、もっ と投稿してるかな。でムービーは10日に1回、フォトも10日に1回とかにしようと思ってるんだけど、もっとみんな更新してる。それさ、ほんまにさ、なんか他のメンバーさんのやつ聞いてなさすぎて分かんないんだよね。いろいろ教えてもらえないの。全部おいしい？全部おいしい？めちゃめちゃに重要です、本当に。決め顔もおいしい？ヒロさん愛してる、ありがとう。いい感じ、欲しい？いらないっていう選択しない、本当に。みんなフォルダー空歯だらけになるけど大丈夫？重くなったりしない？コーデファンクラブ、あ、絶対それはないです。私絶対にないです。ちょっと遅れちゃうかもだけど、絶対提出します。空肌だけにしてほしい、にゃん。空肌だけにしちゃう、噛んでた。ブログ毎日、すごいだな。さ、月1ぐらいで更新でも大丈夫？いや、なんか、どうなんだろう、わかんない、人によるか。でもやっぱりそこまで更新じゃない。聞いてほしい。ね、もうフォトなら永遠に載せれるの。それこそね、カメラで撮っていただいたオフショットもあるし、自分のお兄ちゃんのカメラで撮ってもらったあの過去のね、ファーストアルバムの時のあのジャケ写とかのオフショットがあるからあれなんだけど、ムービーはちょっと更新頻度が少なくなっちゃうかも。でもなんかサラピは1週間か10日に1回ぐらい投稿しとってやべえってなってるんやけど、それだけは聞いた。まあ人と比べちゃダメなんだけど、 STU48 の公式ブログは末の日付でちょっと上げていただいて、月始めとかに投稿しちゃうかもだけど、末のたあの日付でちょっと投稿していただきて、ソロファンクラブは逆に月頭とかに投稿したり、フォトはね全然投稿できる。ムービーがちょっと分かんないんだけど、でもね、せっかくだったらさ、なんかさ、自分は変なとこアホや、変なとこ硬いから頭が、いける。なんかさ、全然更新してくれないから退会しちゃおうとか思われても嫌だしさ、自分なんかそういうところを好きになったよっていう方もいらっしゃるし、ソラハがもう何も投稿しなくなったら終わりだと思ってるんですよね、自分で。ちょっとでもダメになったら終わりだと思ってて、そういう地道に更新してるところとか、地道な努力がをしてるところが好きになったよって言ってくださる方が多いから、ちょっとでも更新しなかったらもう終わりだと思ってるの。そらやけんこそちゃんとしたいしね、自分がずっとやりたいって言ってた念願のソロファンクラブだから、よりちゃんとしたいしね、無料なわけじゃないからね、しっかり皆さんもお仕事とかしてさ、あれね、入ってくださってるし、ソラフォルダー売ろうのいい、本当にいっぱいソラ舞いでしてね。カメコですでにソラハちゃん写真だらけになった。いい傾向だ、いい傾向だ。ファンクラブイベントでもっとそれにしていこう。正直今のインスタの頻度でも少ないと思ってないし、10日に1回でもいい。何その絵文字、思ってないやつやん。ソラハが投稿しただけにすればいいと思う。いやでもそうやって、ソラハがそういうこと言ったら多分みんなそうやってね、なんか言ってくださるんよ。確かにね、不定期に載せる感じでも
そう、ソラハに無理してほしくない。いやーごめんね。で言わせてしまっているよね。俺の人生が終わるまで大会しない。え、じゃあ一生大会できないじゃん確かに無理しない程度にって。全然無理はしないです。もう自分がやりたいことだからね。どのぐらい、なんか他のメンバーさん、なんかさ、その他のメンバーさんと比べたくなくてもね、 SNS とか見たりとかしたらね、比べられたりとかしたりする投稿見たりするから、まあ比べたくないと思ってるのにってなるしね。あれなんだけど、自分のペースで投稿したい時とかに、絶対にメールとか、まあ、X もインスタグラムも、まあ、メール、まあ、ブログ、そのファンクラブとかいろいろあるんですけど、ちゃんと全部に力をしっかり 100満点満点でしていく。ヤマンジさん、お花ありがとう。え、ちょっと待って、インスタストーリーお休みだけ載せとこ。インスタストーリー、ヤマンジさん、お花ありがとう。ネタがなければ無理に更新しなくていい。あ、なるほどね、確かに無理もしないし。でもそら日々ネタ探しの日々になるかもしれん。みんな何だったら喜んでくるかなーとか、みんなの顔を思い浮かべながら、みんなノースリーブ好きだから、ノースリーブで冬だけどノースリーブで出かけて写真撮ろうかなとかなるかもしれない更新なくても届けるやん、しちゃうよ、みんなが追いつけないくらいまでカイさん、バラありがとう。何が受けるかなんてファン層にもよる。確かに空のファンの方って何層なんだろうね。特別メールも SNS もちゃんと知ってる人やから、本当に大丈夫かな。解散もらえると、そう、ノースリーブで旅行行ってるかもしれん、真冬に。空葉が見れれば何でもいいと思ってる。優しい、ありがとう。いっぱい投稿、いろんなそのソロファンクラブもそうだけど、いろんなねものを見せていけるように頑張るね。ありがとう、時間を教えてくれて。それでは壇上を読みたいと思います。13位としきさん、12位ひなさん、11位かまちゃん、10位最新型ポンコツさん、9位アスパラさん、8位ガイトさん、7位スーさん、6位ステイサギちゃん、5位オリックさん、4位テネウナギさん、3位アンナちゃん、2位イケアスさん、そして1位はタカナ、ありがとう。昨日はマイカー公演、そして今日はね花だれ公演、2公演と2日間連続で皆様にお会いすることができて、こうステージに立って歌って踊れて本当に幸せでした。赤と緑のペンライトもそうなんですけど、ソラハコールとかしっかり届きました。あとね、今日グッズ、ハロウィン2024のグッズ、かわいい、自分で何言うてんねんと思うかもしれないですけど、めっちゃ漏れてました。いろんな方がね、ちょっとソラ通信で、ね、気になるからあげてって言ったら、いっぱいあげてくださって見たんですけど、めっちゃ漏れてました。あれ絶対他の広島とかの公園でも販売されるかなって思うから、まあ、いつのって感じだけど、販売されたらぜひゲットしていただきたいし、オンラインとかでね、きっと多分今までのやつでいくと、オンラインとかでも販売されると思うので、絶対ゲットしてください。白うさぎちゃん可愛かった。ハッシュタグソラ通信調べ検索してくださったよね。他のメンバーさん、他のファンの方がね投稿してくださったの出てくるので見てほしいんですけど、めちゃ漏れてまいだ。アクスタとコースターとでかい飾るやつ全部可愛かった。
しかも私珍しくこっち側の写真とか、まあ、こっち側の写真もあったり、歯出してないのもありました。私結構普段から歯出してるやつしか使われないんですけど、写真歯出してないやつも使われてたの、珍しい。めちゃくちゃにね漏れてたので、ぜひねまたいつかグッズ販売されるってなったら見ていただき、ゲットしていただきたいですね。アンナちゃん愛してる、ありがとう。皆さん配信見に来てくださってありがとうございました。ハッシュタグ空通信をつけて、メールの返信だったり声の感想待ってます。そしてねちょっと自分的に考えてるんですけど、ファンクラブ限定のタグみたいなのもねちょっと作ろうかなって思ってるので、いっぱいいっぱい考えてまた皆さんにお知らせできたなと思います。ファンクラブの感想を投稿してもらう用タグみたいな。ではでは配信を終了します。ではおやすみ中、バイチェラフォー、またね。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。